俺行くの俺でね、車内で笑ってんじゃないよロビー。え、俺これ雨降ってながらね、これ外よく見えないけど。あ、店長どうもどうも、いいですか。いやー最近はね、そうなんですか、ちょっとあの早くね、そう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 、店閉めてるから本当にダメなのよロビーだけは。車はどうですか。え、趣味の車は。いやそうなんですよね、ダメなのよ。一回も話したことない。だからね、今日もう帰って、すぐ帰ってね。あ、そうなんですね。取材とかね、色までは聞かないので。もうやってないから。大丈夫、ナンバーは聞かないし、ナンバーは聞かないし。趣味の車の話してどうすんの。なんで俺に、ちょっと、おい、俺にモザイクかかってるから。去年店長時間、店長、俺にモザイクかかってる。取らせていただいた部分は、おロビ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 、俺にモザイクがかかってるから、俺にモザイク。今回のミュータント TV は、ロビー、すごいわ、ね、ちょっと風切り音が結構入ってるけど、すごいいい景色ですね。うん、映ってます、後ろ映ってる、ね、ここは旭山記念公園の、はい、あの、これですね、今日もね、アテンドしたいなと思って、アテンド僕からの配信飯を。あー、いいですね。いや今日は風呂いいよ、ね、とっても温まりたい。大食い寄りのお店に、はいはい、ちょっとアテンドしようかなと。お、大食いの店、お腹すかせてきましたか。いいね、すかせてきたよ、だって飯抜いてきてって言われてるから。うん、え、あの人どこ。さあ、行きますか。じゃあ行きましょうか。いや寒いっすね、しかしね。いや寒かった、ね、超寒い。若くないかな。すごいこのおしゃれな店。あれ、このアウトドアショップ有名じゃない。ちょっとかな。さあいますで、はい、あー見えましたね。見えた。今日のお風呂、伏見温泉です。あ、こちらって、ここ伏見温泉。はい、なるほど。風呂、スタートということで、はい、風呂風呂、はい、シートベルトしてください。風呂、ちょい、しっかり言ったと思うな、取れなかったよ。今日はあの、はい、何湯でしたっけ。伏見温泉。伏見温泉、はい、伏見温泉が今日の、まあ、メインイベントというかね、まあまあまあ、一番の目的じゃないですか。サウナスパハンターとしてはそあそこをおすすめです、ね、今日っていうね。あそこお風呂入ってサウナ楽しんでね、整えてから美味しい美味しいご飯をね、はい、食べに行きましょうっていう回でしょ。まあそのつもりでしたよ。行きましょうよ。だからつもりでした。つもりだったよ。つもりだった。つもりだったの。つもりだったの。やったな、うん、やったな。得てして2回目。2回で終わると思うのよ。2回で予告しとくわ。さあ、ということでまずは飯、まあ、まずはこうやってね、メニュー撮影して、うわ、美味しそうなメニューばっかですね。わ、すごい、早っ、過去一早いじゃん。マジっすか。プレゼン、これだ、量が、これこれ量がすごいね。最高。これね、まずはラーメンから食べないとね、終わらないんですよ。ラーメン食べてカツカレー一人前だぜ。うん、前菜のスープ、とりあえずは具はいただきました。早いな。これからメインだから、これでほぼお腹いっぱい。あ、結構で胡椒をかけて、これはロビ、ロビどうした。いや、美味しくて取られてるぞ。
取られてんだぞ今。感動。食えよもっと。ね、そう高橋くんはそうやって食べる。ロビーも食べる。二人とも食べて食べて。今全然足りなそうだったらカツカレーもあるんで。足りるよ。チャーハンって何グラムぐらい？聞いてみよう。インタビュー。グラムって。ああ700か800だね。700か800。うん。ラーメンなんとか。そうだね、一人前のラーメン、うん、一玉。チャーシューはもう、よくわかんないね、七八枚、うん。三人前出てるんですよ。三人前ぐらいは出てる。一玉のラーメンがスープとして作ってのはないと思うんだけど、そう、ないね。ないない。お客さんの要望だった。まあそうですね、要望ですね。どっちかというと、まあ要望。いつも責められる。うん、そうそうそう。いや喋ってない、食えいいでしょうよ、別にそれは。あったかいし食えよ。いいでしょ。店長がいいって言ってはいないけど。食べだよ。言ってはいないけど。食べだよ、ロビー。食い切ったね。それつまんないからやめよう。すっごいつまんないんで。じゃもうこれやった状態の絵を静止画で切り出して。ダメだ、ずっと再生で再建してくれるよ。まあまあ、入れ替えるから全然いいっすよ。食べましたね。ごちそうさまでした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。